はい、それではね、こちらアーバングレーの、フランネルコットンの、ね、紹介になります。でこの生地の特徴なんですけども、まずね、このカラーですね、こうアーバングレー、この色がねすごく特徴的でね、あのおしゃれな生地になってます。あとね、こうフランネルということで、ちょっとねこう見ていただいて分かるんですけども、いい感じでね、こう起毛がなされてるんですよね。でこの生地のね、あのもう一つの特徴が、起毛の生地、例えばねフランネルって結構こう張り感が、ね、あってね硬い生地が多いんですよね、実は。ただこの生地の良さはね、風合いがねすごくねこう柔らかいんですよね、こんな感じでね。で今実はねこう裏でこう説明してるんですけども、個人的なんですけども、私はこれは裏起毛としてねこう使っていただくのがすごくいいんじゃないかなと思いますね。まあ裏起毛タイプのこうフランネル生地としてね、ぜひね、そんな使い方がねいいんじゃないかなと思います。表は表でね、またこう肌触りもね、こう素材感、秋冬のねこう素材感ありますのでね、ぜひね参考にしてみてください。はい、次厚みなんですけども、まずね、厚みの方がね中肉厚になります。例えばね、トップス、ボトムス、ワンピースね、幅広い用途でね使えるんじゃないかなと思います。厚みで言うとね、こう秋口から使っていただけるような、そんなね軽やかなね、厚みだと思います。ぜひ参考にしてみてください。はい、次風合いなんですけども、風合いをね先ほどもね説明したんですけども、めちゃくちゃ柔らかいですね。本当にこう柔らかくてね、こう軽やかな風合い、楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。はい、次ドレープですね。はい、でドレープもね、こんな感じでね、綺麗に出ますので、ぜひね参考にしてみてください。はい、次、透け感こんな感じですね。はい、で、最後になってしまうんですけども、実はね、これ訳ありの生地になってます。で何が訳ありかっていう、ちょっとね皆さんもご存知だと思うんですけども、これね全体的にちょっとね、シワが入るんですよね。まあ入ってしまうっていうことなんですけども、それでお値段ねすごくね安くなってます。でまあちょっとね個人的なおすすめなんですけども、このシワ実はねこうアイロンでね比較的ね、簡単にこうダメージ軽減できるレベルのね、シワになってますので、一手間加えていただけるだけでね、お値段の方もねすごくねこうお買い得プライスでこう提供できるということで、その辺ね、お客様の方でねこうダメージの方をね、まあ、ダメージっていうかね、こう訳ありの方をねこう納得していただければ、すごくね魅力的な生地にですね、コストパフォーマンスもね高い生地になってますので、ぜひねその辺参考にしてみてください。生地幅もね140センチあってね、幅広タイプになりますので、洋尺の方もねこう余裕を持って使っていただけるタイプなんじゃないかなと思います。以上になります。